ひなげしは、フランスの画家クロード・モネが1873年に描いた絵画、アルジャントゥイユのひなげしとも、パリのウルセえ美術館に所蔵されている。本作は、印象、日の出とともに、1874年の第一回印象派展に出展された。パリから北西20キロメートルほど行ったところにあるアルジャントゥイユの草原が描かれている。 モネは1871年から1978年にかけてアルジャントイユに住んでいた。季節は夏であり、空は穏やかに晴れている。主として画面の左側にたくさんの赤色のひなげしの花が咲いている様子が描かれている。画面の右側前景には子供を連れた母親が描かれている。母親は日傘を手にしている。子供はひなげしの花を何本か。 手にしている。昼食母親のモデルはモネの妻の神家であり、子供のモデルは長男のジャンであると言われている。ジャンが頭に被っている麦わら帽子には赤色の縁取りとリボンが確認でき、これは散歩、日傘を差す女性や昼食と同様である。画面の左側奥にも同じような母親と子供が描かれているが、この帽子は 女性がまとっているドレスの色合いが異なっている点や子供の帽子にリボンがない点などから手前の帽子とは別の帽子であるとする考えがある。一方で、カミーユとジャンが画面の奥から手前に向かって歩いてきたことを表現するために異持動図法を用いて異なる瞬間の同じ帽子を描いているとする考えもある。奥に描かれた女性が持つ日傘は閉じられている。 ありがとうございます。